www.videonews.com 今日は2021年の1月の29日の金曜日ですね、えー、これが1034回目の丸劇になりますが、まあ、29日ということは十九日の金曜日ということは、うんえー、もう1月初っ端から5金、えー、ということになりますね、うん、今年はねそれで5金なので、まあえー、いつの間にそうなったのか記憶は定かではないんですが5金は ままず無料でやると、うん、あんま深い意味なかったんですよ実は言うとう、ね、ただ、まあ、あの月決めでやってて、うん、基本はまあじゃあ月4回は必ずちゃんと有料放送で見れるようにしましょうと、うん、じゃあ5回ある月はあのなんか 5, 5回目だけちょっとなんか特別企画を、えー、変わったことをやるししかもそれは無料で見れるようにしようかって何回の時に第何回目だったんだろうなって。<laughs> そこからいや今回は五金は五金は有料にしましたなんていうとですね大ブーイングが、えー、まあ来そうですからねまあいずれにしても今日は五金で今年最初の五金が1月に回ってきたと、えー、いうことになりますそれで、まあ、宮台さんのですねご要,要望もありましてあの番組としてはじゃあ映画をやりましょうとちょっとあの映画で言いたいことが宮台さんたまってるようだったのでねもう先週あたり まだご金じゃないのに映画の話を少し始めちゃいましたからね,あねなのであの予告と先週の予告もあったので、まあ、今日は映画やるんですがただせっかくまあご金といはいえですね世の中今は結構大きくいろいろ動いているのであのちょっと2つだけじゃあ最初にあのニュースを扱いたいんですけどね。1つは まあ世の中ちょっとあの感染症法と特措法の,あのなんか刑罰が過料になったおるないう話ニュースなのでちょっとそれをまあとでそのあの次にやりますが一つねあの僕はやっぱり非常に不思議だったことがあるんですよそれはあの昨日の国会なんですけれどもね参議院の予算委員会であのまあ僕国会見ててこれすごいやり取りだなというのがあったんですよまあ確かに答えはしょぼかったので入ス性がないって言い訳は立つんだけどでもこれはやっぱり あのそもそも質問の中に入っている情報がすごいからこれは報じるべきだと思いきやですねほとんど報じられてないのでそういうや,るやり取りがあったということ自体が世の中は結構知らないんじゃないかと思ってであまりにもそれはもったいないので、えー、いろんな意味でこれちょっと考えるあの機会になるこの,この問題今あのその問題を考える機会になると思いましたのでちょっとそれだけ最初にご紹介したいんです。なののでで、えー、ちょっとその最初にこのですね えー、国会の映像からご覧ください小池晃君、新聞赤旗が情報公開請求で入手した資料を見ますと、菅官房長官時代の官房機密費、総額95億円、そのうち官房長官本人に自身に支出された政策推進費は、7年8か月で86億8000万円、<laughs> えー、これ、7年8か月ですから、1日307万円です。政策推進費は もう官官房長官しかか使使いい道知らない何使ったんですか政治家や官僚に配ってないんですかまあご指摘の政策通信費を含めて、内閣官房の報酬費は国の機密保持上、その費等を明らかにすることが適当でない性格の経費として使用されてきており、その個別具体的な人に関するお尋ねについては、お答えを一切控えさせていただいているところであります。 まあいずれにしろ、報酬費は私が官房長官、在任中を含め、取扱い責任者である官房長官の判断と責任のもとに、厳正で効果的な執行を行っているところであり、国民の不信を招くことがないよう、適切な、適正な執行に努めているところであります総理は日本学術会議について、年間10億円を使っている国民に理解される存在でなければならない、閉鎖的で既得権益のようになっているのではないかというふうに言ってますが、見てください。 毎年11億円ですよ。学術会議に対するよりも、あなた一人に対する支出の方が多いじゃないですか。これこそ閉鎖的でな既得権益ではありませんか。国民の理解がこれ、得られると思いますかで。今お示ししているのは、これも新聞赤旗が情報公開請求で入手した政策推進費の受け払い簿です。昨年9月1日の受け払い簿。空になった金庫に9020万円が入れられています。そしてその9月1日の翌日。 菅総理あなたは総裁選に出馬表明をしました。そして9月16日、総理に就任したその時金庫に残っていたのは4200万円です。9月1日から16日までに差額4820万円が使われたことになります。総裁選に全力を集中していたときに、あなたは官房機密費に何に使ったんですか重要政策があったんですか これは総裁選のために使ったと言われても仕方がないんじゃないですか。菅内閣総理大臣、え <laughs> そのようなことは一切ありません。<laughs> 小池晃君、じゃあ総裁選に使っていないというのであれば何に使ったんですか。パ <laughs> ンケーキだけで四千二十万円。<laughs> こちら以外そんな金いがないんです。<laughs> 何で答弁し加藤さん、関係ないでしょ、全然関係ないでしょ、ちょっと、ちょっと全然関係ない人出さないでくださいでや、ですから、その間においてもです、ね、また今においても、さまざまな重要施策を推進する、総理が官房長官時代においてもです、ね、そのもちろん総裁選に出ていながら、しかし政府全体としては、そのときに抱える課題について対応しているわけでありますから、当然そうしたことに対して、使用されてきたということであります。 池晃君こういうときぐらい、こういう金を使うのをやめたらどうですか、だって、それはね、記者会見とかやられてましたよ、総裁選の間も、でもやっぱり総裁選に集中してたときに4820万円使うと、ね、これはやっぱり総裁選に使ったんではないかというふうに見られても仕方がないと思う、国民には事情を押し付けて、自分は莫大な控除を受けてきたのがあなたじゃありませんか。 既得権益を打破するどころか、既得権益にどっぷり使ってきたのは総理でありませんか、こういうです、ね、税金の使い方を絶対許すわけにいかないということを申し上げて、質問を終わります、はいまあ、宮台さんあの、共産党の小池さんのですね、まあ、確かに答えはもうそんなことありませんの、一点張りなので、別にあの入省はないと。だから あのでまあ、報じられてあの小池さんの質問の内容う赤旗で報じられてるものなので既存のメデ,ィアメディアとしてはねそれ自体に何か価値を見出して報じると赤旗の後みたいになるじゃないですか、うん、ただ学術会議だと赤旗から赤旗が最初にあのスクープしたスクープというかしたものなんですよね。で僕驚いたのはねちょっとじゃあ例えあのこれ毎日新聞そ,あのその翌日の毎日新聞ですよね翌日ってことは今日なんですけど、えっと、実は毎日 朝日にちっちゃな記事しかなかったっていう意味でちょっと持ってきたんですけど、これ毎日、一、えーまあ、面はご覧のようにこの、これですね、あのえー、過料になりましたよっていう話ですよね。で、まあ、で補正が取って GoTo に、まあ、1兆円も入ってますよっていう、まだ GoTo 始められるかどうかも分からないので、3月までの GoTo に1兆円も入ってますよっていうの、の、まあ、それ一面、それ結構なんですけど、なんとですね、いきますよ、一、えー、面、二面、三面。 え4面の5面にですね5面にこういう感じで出てるだけなんですよ今のがここちょっと見えますかここです5面にこれまあ一切ないと答えたということがまあ一応あのニュースということになってるんですけどもただそのいくら使ったか使われていたか報商費が報商費まあえ官房機密費がっていうところに かなりニュース性がやっぱ、まあ、知らないですよ、普通の人はねそれだけこのその期間に何ですかまあそもそも官房長官在任中の機密費が95億円超、えー、で、えっと、官房長官自身に政策推進費として86億円が支出されていたということ自体も、まあ、これ、別に。あの トップシークレットだもん、ね、そのなし金額自体は情報公開法に情報公開請求によって出てきたものだということなんですね。でまあ,あのこれについては内訳を言わなくていいことになっているので、えー、まあそれはあの言いませんという、えー、ことで終わっているんだけども一つは宮根さんに言いたいのはねあのぜひ聞きたいのはまあまず報奨危機器問題っていうのはあのテレビドラマにもありましたけどその、まあ、実際その外務省の方から その外務省の方にも同じようなものがあ,ってまあそれはどっちかというと外交上のスパイじゃないですけれどもねちょっとそういうのにお金もかかるでしょうとねあの言えないお金っていうのが外国といろいろやり取りしてもあるんでしょうということでまあ最もっと大きな金額が外務省のほうにあってでそれをまあ実際にその担当のこれは事務方事務官ですけれどもねがまあえ指摘流用してて競馬馬。 自分の愛人の名前を競馬馬につけたりしながら、まあ、大変なあの大々スキャンダルがあって実際そのお金もを報酬費の方官邸の方にも回していたことも分かっていてそこまであったのにいまだにこれは単に今言わなくていいだけじゃなくて未来永劫にわたってこの内訳なり一切言わなくていいお金でも税金ですよ。そそそもそもそんなことが あり得るのかと、あのケネディ暗殺のファイルでさえ75年経ったら出すんですよ。誰がまあ誰がやったのかなんて本当分かったことが分かんないけどね。えー、普通はまあ25年、うん、つまり今生きている人に迷惑かかっちゃいけないじゃないかということですよね。だけどまあ普通はまあ25年でいいのかどうか僕はわかりませんけども、えー、もう一定の期間が出たらそれは明らかになるってことになったら、それこそ今小池さんが問題にしているような人では。 首都では普通使えないだろうと、まあ個人的なものや競馬のに愛人の名前つけて競馬を買うことには使えないだろうっていうような意味だったと思うんだけど、結局そこは全く手つかずで民主党政権の時もそれを使えなかったっていうことなんだと思うんですよね。で、それが一体何に使われてるか全く分かんないっていうの状態なんだけど、金額だけは今出たように、まあ官房長官在任中ってことは七年八ヶ月で九十五億円。 うん、でこれ、えー、と政策推進費ですから基本的には国内の、まあ、かつては社会と野党に配って国体,国体的なことをやるみたいなんですね国会対策みたいなことをやるっていうようなことがにあっただろうというふうに言われてるんだけどもどうどう、まあ、まず今のやり取りも含めてどう見ましたその小池さんの質問と受け答えも含めて。まあ、物やサービスを、ねうん、買ったりすれば 相手方にね、帳簿が残っちゃうんで、物、うんえー、やサービスを買ったのではないということだね、うんうん。そうすると残りは人に配ったということだよね。うんうん、で、もちろんあの外交機密費も人に配るわけだけれども、うんえーと、何かをしてもらうために配るわけだよね。で、この官邸の機密費がその政策推進費が、うん、その配った相手に何をしてもらうために。 払われているのかってことは知りたいね。うん、これ政治学者も知らないのかね。うん、いやだからもちろんな例えばね、ええー、興信所を雇って性的の秘密をずっと当たらせるなんていうのは、うん、ええー、なかなか警察でもそんなに自由には使えないですよねいくら官邸でもね。だからそういうのに例えば使うことだって。 できるかもしれないし、うん、まああとはもっと直接的な、ね、まあ買収ジャーナリストも含めたね、はい、あの評論家ジャーナリストの直接の場合まあ実際あの名前も出てたわけですよ、ね、一時期ね。うん、あのだからそういうようなことにも使うかもしれないし、っていうことも含めて言う人に払われているってことだね。更新信も基本的に表の帳簿には書けないからね、ね、うん、人に渡しているということだね。うん、だからその信条をその金もらったとして、会社の金じゃないということになるね、うん。まあなんか多分トンネルとかする。 仕組みはあるんじゃないですか、うん、あの別の組織をトンネルしてちゃんとしたところから受注しているようにはなっているけどみたいなのはいろいろあの特殊法人みたいなのをするとかもいろいろそれはやり方はあるんじゃないかと思いますけれどもねだけどまあ更新所っていうのもまあ裏カウントくらい持っているもんなのかもしれないからそれは僕知らないですけどねでもちょっとここについてまず一つは、えー、相変わらず何も言わないし何も言わなくてもよってそれは今だけじゃなくて。 あの外交機密のように一定の期間を過ぎたらでもなくて永久に何も言わなくていいってなった瞬間にまあ逆に言うと何でも使えるっていうことになってしまうと二十25年後でもさすがに自分の子孫子孫っていうかは子どもとかにとから見て不名誉になるようなものにはいくら自分は死んでいるとはいえ普通は。 使いいいたくななじゃないですかない、ね、だけど未来別に公開しなくていいんだったら何でもできてしまうで金額が結構半端じゃないわけですよさっき言ったように95億円ですからねっていう問題がまず、まああの 7, えー、っと7年8か月で95億円ですから年間まあ10億円以上っていうふう、えー、になってるっていうことが一つそれからやっぱり僕はすごい気になるのはなんでメディアがねこれ一つさ毎日って言いましたけど一応ね、まあ、名誉のためと言っていいのか分かんない朝日もですね 5ページ目に今日の国会のなんかあの採、えー、録って言って国会でこんなことがあったよっていうなんかこうなんていうんですか <laughs> こういうことがあったよの中にですね、えー、ここに見えますちっちゃくてもほとんど見えない官房機密費っていうのでこういうやり取りがここにありましたよっていうのがちょっと出てるけどそれだけなんですよ。えー、でそれが宮根さんどう見るそれそのもう別にここんなことは 官房機密費が使われているということは、別にもうすで、えー、に分かっていることだし、総理は別が何かそれについてあの答えたわけでもないから、記事にする価値はないよということで、まあ、あの判断なのかそれもあると思いますねそれからあと、赤肌の囲いをしたくないということなのが、ただ、それにしても、なんかこれは触れてはいけない的な。 感じがこのの扱いい方の小ささっていうのを感じまず証拠ベースでものが言えないのと赤旗の後をしたくないのと、うん、あとこれもしかするとねあのいろんなところに配ってるからマスコミ人に配っている可能性だってあるよね。まあそうですね,ねでそれが、まあ、いろんなところのアングラマネーとして使われている可能性もあるのでうん墓穴を掘りたくないというか。 権利になりた関して実は自分の関係者がもらってないということになると大変なことになるというパターンですか。それは十分にあり得るよねとにかくあ,のあえて今これ取り上げたのは別にあれなんですよ要するにあ普通にテレビ見て普通に新聞読んでるとそんなやり取りがあったこと、まあ、昼間あの国会見てる人少ないじゃないですかだか,らなかななか。 そんんなあのやる取りがあっただからあのあそういうことがあったんだっていうのがね、まあ、確かに情報公開請求したのが、まあ、赤旗なんだったらそのこの90億円なんだろうっていう情報も自分たちでまた独自に情報公開請求をしなければ赤旗の後追いっていうか赤旗を引用しなきゃいけなくなるってことになりますから、まあ、それが嫌だっていうことは分からなくはないんですけれども一応あの赤旗にはその毎年の支出政策推進費その他の支出 というのが一応全部あの出ていますのであの、まあえー、オンラインでもそれを見れますので、ねあのえー、関心がある方は見ていただければと思いますがやっぱりこの未来を一切交換しなくていいお金というのはちょっとしかも税金で、うん、あのどうなのかなと,だとか民主党政権時代にこれに手をつけ,たつけなかったってのは本当に悔やまれますね。うんまあもう あの最初のまあ民主党って主導権持てたのって菅,さん菅政権の時に参議院であ,のあれを失う過半数を失うまでのまあ最初の半分じゃないですかその半分の間もまあもう倒ちまってあの記者会見開放するの大変だったんですからそれだけ一つ取ってもね。であのそれこそ岡田克也が山田臣の下とで例の密約の,の有無っていうのだってあれもなかなかまあ春名さんはねなかなかあのまあ一緒に。 お仲間って言ったらいいけどその一緒にやったメンバーのこと悪く言いにくいんでしょうけどもやっぱりあの,あのメンバーだと明らかにこれはやっぱり密約があったっていうふうにその十分言えるって言っている人たちが多くてもやっぱりいやそれはダメだと言ってその政府を守ろうとする人がやっぱりいるわけですよ。でそ,のそういう方々はその後でそれなりのまあ言い方ちょっと悪いですけど論考交渉,論考交渉的な あの役所、お役目についてたりするわけですよね。そういう方々がね。だから、簡単にはいかない。ただ国会で、あの上下言うんじゃないや。えっ、ー、と、ええー、衆参両院を関数少なくても。最初の一年、何ヶ月は持っていて、しかも、政権を取っているんだったらは。あの、今のバイデン政権、や、あるいはトランプも最初だったですよね。最初のもう、ね、百日間になり。あるいはもう二週間になりで、一気に全部バーっと本当は。 やるべきことだったのにでさすがにその野党としての浪人期間が十何年もあったんだから準備不足そこまで急に政権が転がり落ちてきて準備不足ってこともさすがにあの時は言えないでしょ、うん、だったら何だったんだろうなというふうに思いますけれどもねうん。うんうん まあ、野,党ボケ野党ボケだったっていうのが僕の結論なんですけど、ね、<ー>な,なぜかというと例えば夫婦別姓法案とか死刑廃止だとかって野党の時何度も法案出してて政権取った途端にいきなり地方法務大臣これから勉強会やりますって言い出したんですよ<ー>もう廃止法案今まで毎年出してるじゃないですかとそれ<ー>で制限取った瞬間にそれ出せす,すぐ通るじゃないですか<ー>これから勉強会やりますっていうのを見ても分かるように野党で通りっこの辺から出してきたんだとそういう法案はね。 もう出したら通るようになった瞬間に、おいおいそんな簡単に出せねえぞって話になるっていうのが、まあちょっともう古い話を蒸し返すようですけれども、あの時のまああのあれですよね実態ですよね。うん、だからそれにつけてもだから民主党には一貫した中心軸が見られないよね。まあなか、まあ、見られなかったですよね。見られな,、ね、なかったですよね。うん、なので。 おそ、まあ、らくあの官邸の,その機密費についてもおそらく問題意識は全くなかったんでしょうね。うん、中のメカニズムもある程度僕その当時取材してたら分かるんですけど、うん、結局そういう法案の作成だの何だのっていうのは。 その時の時主流派もしくは一部の人たちがどんどん主導してやるとでそれで別に本当は党内にはいろんな意見があるんだけどどうせ通りっこないんだったらそんな無理に反対をするまでもないじゃないですか通りっこないものをその党があの野党が出す時にねだから別に今までは反対もせずにその法案は出せたんだけどいざ与党になったら出したら取っちゃうってことになった瞬間に反対の人たちは突然声を上げるわけですよやっぱ当然。でそうすると 突然党内バラバラになると野党の時はね変な話野党の方がばらばらになりにくいという不思議な、ね、与党になると逆にばらばらになるということが起き,起きたというのは当時はあったと思いますけどね、まあ、昔の話をちょっと蒸し返してもしょうがないんですけどねじゃあ宮さんあっちはあの、えー、刑事罰をやめて、まあ、過料あの過ちの方の量ね、はい、あの過ち量というふうに法律的に皆さん言う過す法 科学,の科学の方のあれは刑罰なんですよね。で,で過ち料の方は今回の場合行政罰ということなのでまあでも前科にはならないけれどどっちみちまああの刑罰ではないけど罰金なんですよね。うん、刑がつくかつかないかの違いってあんまりちょっと意味が分かんないんだけど、まあ、前科にならないって意味だ,<あ>意味だそうですけどそれで罰金っていうものを、まあ、抑止というかその。 威嚇によって、えー、法律違反を防ごうとするって意味ではあの実質的には同じただ、まあ、あ,のあれにはならないと前科にはならないとか、まあ、刑務所にもともと刑務所っていうような、ね、あの重い罪には,あのは想定してなかったとはもともと思うんですけどねただ罰金にはなるとだからまあ逆に言うとこれだったら金払えばいいんでしょで例えばそれに従うことの方が損失が多い罰金よりもただ従わない人も当然。 出るじゃないですかだから例えばものすごい重ければです、ね、罰金がそれはそれであの意味があるのかもしれないですけどっていうのが一つとそれからもうこれは先週も先週だっけあの米村さんとやりましたけども、まあ、特に感染症法の方はそうなんですけれどもね感染症法,の法っていうのは強,あの強制入院の部分については今の感染症法1998年に、まあ、特にハンセン病の反省に基づいて。 えー、もう社会防衛のために入院訴訟を取るんじゃなくてあくまで入院はその個人のためであるとだから社会防衛のために本人が嫌だって言っているのに無理やり入院させるということはしないという大方針の下で法改正がされたのに突然それだけ蒸し返されてるっていうのはまあ,あのそもそも何なのっていうところもあったわけですよね。もももう一つの方の特措法の方もあの先週も話しましまたけど あの言うことを聞かないからあの店を閉めないね時間短縮とかっていう部分ですよって言ってもそれもあのまあ悪質なね十分な保証も得てるのにえそれでももっと儲けたいからつってまあ隠れて営業しちゃうっていうようなケースっていうのは悪質いるかもしれないけどそもそも閉めらんないだろうと店をこんな保証じゃっていうような中でまあやむなく営業してる人たちをねその罰則っていうね威嚇によって営業させないっていうことの是非っていう問題が あ、まあ、あるじゃないですか。で、やっぱり思うんですけどね。皆さん、日本は世界から見てびっくりするくらい。政府のそのまあ指令に対して従順な国民なんですよ。自粛要請でこんなに人っ子一人いなくなるような国ってすごくないですか？自粛自粛セルフリストレイントですよ。うん、ですね。自粛。 行政まあ、そもそも自粛要請って言葉が本当はありえないんですよね要請されてそれに応じたらそれも自粛じゃないですからでもまあ自粛要請っていう言葉が日本ででは成り立つ国なんですよねでこれだけ従順な国民なのにそれでも罰則を課さないということを聞かない人たちがいるということはよほどその前提になっているような保障なりあるいは政府が本来責任を果たしてないと思っている人が多いなりですね 意味していると思うんですけどね、まあ、でもその過量については皆さんどう思いますか、まあ、一応刑事罰じゃなくなったということで評価されたっていうことでも否定的制裁という意味ではねまさに罰則そのものだからね刑事罰でないだけで行政罰でありはい、はい、で基本的に自粛要請して従わないと。 罰則って罰があるから、自粛要請じゃないじゃんぜ。それはもう事実上の強制ですよ。まあそうですね。ね強制力を持ったもので,で、まあまう当たり前のことだけれども、あの罰則っていうのは国民がね義務に反したときに与えられるわけだけれども、基本的にあの統治権力もね義務を果たす必要があるんですね。で、統治権力の義務は憲法に規定されているんですよね。それはまあ二十五条の生存権とか二十二条の まああの職業選択の自由にまつわる営業権とかっていうねでも当たり前だけれども例えばねあの自主行政に従って理不尽なね一律の支援金っていうのをもらってこれ6万円でしょ営業利益が月6万円以下の人はいいけれどね月営業利益60万円の店舗どうするのみたいな理不尽さがある中でねそれに従ってその後お店がね えー、潰れてしまったられ、うん、あのこれは営業権ののの侵害そのものだよねだから当たり前のことだけどあの統治権力の義務を果たすた果たたしてないだからあのヨーロッパなどは基本的にはあの営業権を保障しなければいけないから,から強制する代わりにまあ,あの6割から8割あるいはドイツとかもっとたくさん保障してますけどそういう保障をするわけでしょ。 で国民から見たときにそのこの番組でやってきたように我が当時権力は義務を果たしてないなじゃん、ね、世界で最も病床数が多いのに、ね、でしかも、まあ、アメリカやヨーロッパの、ね、50分の130分の1100分の1っていうオーダーでしか新規感染者も重症者も死者もいないというのに病床が逼迫している、ね、全然義務を果たしてないじゃないですか。でしかもアジアジでは、ね、台湾の41倍 中国の倍も、ねえー、人口当たり死亡者がいるわけだよ義務果たかて、えー、なのであの僕らはあの普通に考えれば営業権も保障しないようないやそういう統治権力に従う必要はないし、えー、何か過量に課せられたりとかねあるいは従ってあの政府の言うことに従って自粛して店が潰れたらねやはりそれはあの訴訟を起こすべきだと思うね。 政府による営業権の侵害があったと、うん、でこれ集団訴訟すればいいじゃない、ね、でまあ簡単なことだけど皆さんそのぐらい当たり前のことはした方がいいと思うでヨーロッパではねもう数週間前から、えー、要するにロックダウンに関するねというか若者を中心とする大暴動が各国で起こってるでしょだからこれも問題がいかに難しいかだよね。でもちろん試験は つまり個人の権利は公共の利益を理由にして制限できるっていうのは各国の近代憲法なんだけれど、ロックダウンが公共の利益であるということを証明することは難しくて、ロックダウンの効果はただの仮説なんだよね。まあ学者によってはロックダウンの効果はないあるいは非常に低いって言ってる人もいる。でそうするとそのように効果が低いもののために、ま仮説によっては期待値が非常に低い。 っていう状態で、しかも経済的損失は間違いなく、まあ、起,こ起こるでしょう。大きいということで、ね。で、そういう時に、やっぱり、あの、俺は従いてこないという人たちが暴動を起こすっていうのはね。実は理不尽でもなんでもなくて、あの、不思議なことでもなんでもなくて、まあ、当たり前の振る舞いなんだよね。だから、そこは、あの、争えばいいと思う、裁判でね。うん,うん。うん、あの。 もう一つこれはま,あちょっとまたあの国会審議を見ながらち,ちゃんとやった方がいいかもしれないのでね特に今日フリップとかも用意してないんだけどあのもう1つの可能性としてですよ今回の,その特にあの感染症法の改正の方なんですけれどもね感染症法ってあの19条で実際はそのまあ入院事実、まあ、上の強制入院ができると受け取れる条文がそもそもあるんですね。ねでそれは あのまあ、要するにその精神疾患なんかで自傷、まあ、や、まあ、それこそ,その誰かに危害を与えるリスクがある場合っていうのはある程度その強制力をその行使するのはやむを得ないっていうような同じような条文になっているのでそ,そ,もそもそもそこの強制力があると読むことができるのにわざわざ刑事罰というのを入れてきたっていうのがこれはじゃあちょっとあえて深,深読みしますよ。あえて深読みすると 結局そこに関心を集めさせて修正してじゃあそこはやめましたっていえば他のところノーシェックでで法案通るじゃないですかちょっとまあいつものかませ犬先方的なえところがあったのかなというまああの僕自身も思いがあるし実はそういう指摘をする人もいるのでちょっとそ,のえーそこが OK になったからってことで法律本当に大丈夫かっていうのはもうちょっとちゃんと見る必要があって。 あの結構そ,れそのパターン多いんですよね、うん、でも結構平気ででそれが通用しちゃゃうんじゃないですか、うん、多くの場合公明党対策の場合が多いんだけど公明党が寄られたから修正しましたよって言ってわざと最初はもうね必要ないものを変なものを入れてきてっていう、うん、ただ今回はもう野党野党まああんまり今あのあの支持率も高くないってこともあるから、まあ、そこであの妥協して弱くなったから大丈夫だっていうふうにすることによって。 技術上ノーチェックに近い状態で法案が通ってしまうっていうのはねちょっと危ないような気がするのでなんかこう,もう本当にありえないような暴論みたいなのものを一個入れてくればさみんなでそこで「わあダメだこんなの」って言ってで最後もう協議の末そこを落とすことととになりましたと他のところはよ,よう見ないですよねそうなるとね。 これはやっぱカマセ戦法って呼び方でいいんですか？それはどういう？う昔ながらのものだよこれはね。はい、でそれはまあいくつか理由があるけど、我々がそれに抵抗しないということもあるし、あのもはやあの統治権力に対する不信がね、えー、まあその古文な状態？通常の まあシチュエーションになってしまっているっていうことがありますよね。で、普通社会学的な定理から言えば、強制をすれば信頼は破壊される、ねうん。それと反比例ですよね。当たり前です。うん、国民を信頼していないということの表れだからね。で、まあある種国民が政府を信頼していないことに対する政府からの仕返しであるように見えるよね。だから幼稚園児以下の頭の悪さって感じがするよね。 国民の信頼を醸成するためにはね、つまりビルディングするためにはもうただ一つあの統治権力が国民を守るあるいは営業権を守る製造権を守るという義務をどこよりも果たすということしかないところが東アジアの中では日本はさっき言ったように台湾の41倍の死者中国の4.5倍の死者 ねまあ、韓国の1.5倍の死者、完全に負け組なんですよでで完全なすね、うん。それでも欧米に比べると、まあ、数十分の1か、ね、それはファクター X だからしょうがないとして。うん、ファクター X かで、いまだに分からないというのがね、あとは、まあ、これはもうあの最後にしますけど飲食がやっぱりその、まあ、英語で言うとこのロビーとしてですね、組織化されてないというところが結局、今回、 あの飲食に押し付けやすくなったっていう一つのまあファクターなのかなと思います。だからあのトラベルはトラベルっていうか観光観光業はまあ総理幹事長をはじめですねまあ <laughs> そうそうそる属議員もおられるのでだって緊急事態宣言のちょっと前すぐ直前まで豪投をやってたんですよ日本はで豪投めったら途端に緊急事態もうまもなく緊急事態に行くっていうのは。 極端じゃないですか直前までアクセル踏んでてた,たまにそういう運転する人いるよねまああのブレーキ踏む直前までアクセル踏んでる人も <laughs> ガクンガクンになってみんな酔っちゃうってやつねまさにそれじゃないですかもうちょっと予測運転してその信号の手前です、ね、アクセルから足離すよみたいなとこあるじゃないですか今回やっぱ飲食はそういう意味であのロビー力が弱ってだって数ではすごいいっぱいあるんですよ本当はだから本当はな力になり得るのに。 あの逆に言うとバラバララなわけですよねであのトラベルはあの観光業はやっぱり何とか何とか業協会何とか業組合みたいなのがあってそこがもう、まあ、その会長とか理事長とかに族議員とかも抱えて、まあ、いろいろと、えー、いろんな形で支援をするっていうことがやっ,ぱやってきたっていうことのね、まあ、これは別にそれを進めてるわけじゃないですよロビーを進めてるわけじゃないけど押し付けられた押し付けやすかったっていう一つの原因になったっていうのがあの。 トラベルと GoTo とあの緊急事態で飲食だけを平気でそうやってだって飲食が感染の原因なに主になってたっていうようなしっかりとしたデータは実はないんですよ実は本当に飲食がもうそ,のまあそれは簡単で結婚人手がない中で保健所がね濃,濃厚接触者を調べるときに、まあ、僕が例えば感染したら。 僕がマスクしてなかったのどこですかって聞くわけですよ。いはいね。家と食べてるところだけでしょ。そしたらその時にその,場その場にいた人たちが濃厚接触者になるっていうね。たそれだけの難しいもんね。で,ねでも本当にそこでだけしか感染し、あのまあそこでしかクラスターを調べてないから、えー、そこの数が増えるのが当たり前だけど、他の要因でクラスターが出ることはないのかっていうね。 えー、そこはもう手薄なんですよ。まあ、家庭内感染の方が実際は家庭内、それはその団組織内感染の方が数では実際多いわけです、ね。何倍もありますね。そうゆうわけだから。は六、いね、倍七倍とありますよね、うん。だからやっぱりスケープゴーとかしやすい対象だったというのは、うん、まあおそらくあるのだろうと。そうだね。ただそのこれのマスコミがやっぱり下手れなんだと思うけれど、うん、あの飲食店でクラスターが発生していますみたいなことをね。 また行政のあるいは政治の言う通りにリピートしているっていうこの頭の悪さももてしてかしてもらわないとね、うん、まあ相変わらず感,あの感,染,、まあ、感染者の、まあ、用語も一旦ちょっと修正の、まあ、これはちょっと言い方よくないよねみたいので陽性反応者とかって言い方を一時してたけど面倒、うん、くさいからまたやめちゃってるじゃないですか。ね、であの あれはまあある意味で検査数との兼ね合いで変わってくるってことと、それからまあ今回ちょっと実はあの厚労省のあの人のに取材してたんですけどね。要するにね、面白い言い方するんですよ。感染者が増えると感染者が増えるんですよっていう言い方するんですよね。で、このトートルジは何かというと、一人感染者が出るとその人の周り全部検査しなきゃいけないじゃないですか。で、あのそのほとんどは全く無症状とかで自覚がない人たちで、本来であれば絶対検査なんかしない人たちなんですよ。 でもその人たち検査すると多少は出るわけですよね当然ねで、そこのまた一人出るとその周り全部やらなきゃいけないじゃないですかそうすると増えるとまあそういうふうに増えちゃうわけでなんですよねだから逆に言うとあれを感染者って呼んでるのがダメで実は感染者はもっといっぱいいるわけじゃないですか当たり前ですよ、ね、無症状は当たり前ですもうこのも,うものすごいいっぱいいるわけじゃないですか何倍もいます、うん、で普通は自分に症状が出てままああ発熱とかがあって そのまあ保健所とかえまあ発熱外来とかを経由して検査をするとああなたは PCR 検査がその税金でできるからで陽性ですとでそしたら周り全部その関係者全部検査するっていうことが最初の一人は症状が必ずある人なんですよね、うん、でもそこから先はもう無症状も関係なく増えていっちゃうとだからまあ変な意味で減り始めるとまた,また減り始めるっていうことなのかもしれないですけどそれを感染者って呼んでしまうことによって、うん。 やっぱりまあ,あのちょっと言い方申し訳ないけど煽れるわけですよ、ね、でまあ,あのメディア的にはあおれるものは煽、まあおるっていうのはこう,うちはあおるみたいなもんですからあおれるものはあおんなきゃ、まあ、商業的には損だっていうことなのかもしれないですけどあの、ね、数字だけ言うのはちょっともういいかげ、うんにだから重症者と死者の数っていうの。で 増増えているんですよ増えてていいるるんんでですすよよはは重症者としての数はね、うん、ただ感染者ほどは増えてないですもちろん当たり前だけど感染者のあのあの,あのグラフほどは全然増えてない、うん、でもまあ感染者が随分減りましたっ言ったけど、うん、日本全国の重症者数が一番多かったのは数日前でしたよね。うんうん、なのであの重症者数でカウントすると感染者数と全然違った傾向が出てくるっていうことが大事だよね。うん、あとまあもう一つすごい大事なことだけどやっぱり政治行政とマスコミ に共通することは国民がバカであるるこことととを望んででいるということだよねで国民がバカであれば巡り巡るっていうか巡り巡らなくてもねやっぱ国力はどんどん落ちていってで最終的にはあの政治も経済もあるいはその情報に関するその力もね、えー、使いがいがねなくなってきちゃうよね、まあ、どんどんしょぼい、まあ、後進国に落ちていくということだから。うん それで今以前のようにね肩で風切ってマスコミも外交官も役人も歩けなくなっちゃうよまあ今もそうなって、ね、ると思いますけれどもねなってると思いますけどもねうん、うんうん、まああのこことばっかり言ってもしょうがないので今日は本題に移りたいですけども、はい、ああまあそういうこともこれからちょっと一個一個拾っていきましょうはい、えー、じゃあそれではまあ今日募金なのでえ今日のスペシャル企画としてですね まあ、あの宮台さんの、えー、映画特集といきたいんですけども、えー、今日は実はまあ一応5作品用意したんですけどもねとりあえずどういうくくりになるんですか今日の5作品というのは。えっとね、まあ、オバマ大統領がね4年前にもう大傑作っていうふうにしてそう言ってましたね、うん、あの褒めた「マインディング・ザ・ギャップ」「雪止まりの世界に生まれて」。 でこれ日本でもねあの口コミでものすごくたくさん入って今ななんか関東はほとんど実はロードショーというか終わってしまって、うん、今はですね、はい、東京はシネマチャプキ田畑タタていうところで一応2月あ2月19日から28日まであと長野とか徳島とかではやってますけど、うん、まあそういうふうにちょっと所々でしかやってないみたいですね。今ははね、うんえー、とねちょっとこれはあの トレーラーを入手できなかったんですけども、まあ、これあのマインディン「マインディング」ですね「マインディング・ザ・ギャップ」という、えー、タイトルで日本あの放題は行き止まりの世界に生まれたこれは2018年です、ね、のアメリカ作品なんですが、えー、日,本の公開日本で公開されたのは2020年去年の9月4日から、えーまあ、公開日本にの公開になったと。えー いうもので,すでまあ,あの宮部さんから今ご紹介あると思いますけどもあのイリノイ州のねロックフォードというですね、まあえー、地,方地方都市ですけれどもねそこでのまあ何と言ってもスケ,スケボーのねスケボーの若者たちの,、まあ、あのまあ最初はスケボーから入るんだけどまあそれぞれが、えー、アメリカの地方都市のんていうのかなあの 一枚めくってみるとどんなことが起きてるのかっていうのをこれ結構僕はまあ僕がアメリカでその彼らの年齢の頃過ごしてたっていうのはもう今からずいぶん前ですけどでもちょっとその当時からもう片りがありましたでもそれがもっと進んだのかなという感じをあのまあちょうど僕がアメリカで過ごしてたくらいの世代の時から始まるんでねそのまあ19歳とか。 そういう年齢の若者から始まるのでちょっと自分に引き付けて見ることもできた作品なんですけどまずどうぞ宮田さんこれをまず,まず選んだ理由は何ですかこの「マインディングザギ的なんですね<は>い,でいくつも感動するべきポイントがあるけれどまずあのスケボー少年たちが出てくるよね。でアメリカであのスケボーが映画で描かれる場合にはね 基本つながるっていうモチーフなんですよね。うん、まあ僕はその共同身体性って呼んでるけど、あのスケボーがなければつながれない人間たちがスケボーでつながるんですよ。で、それはまあ一つの身体、同じような身体性を皆が共有しているっていうことなんですよね。スケボーっていうものの何か特質とも関係あります。滑り物の特質だと思いますね。滑り物の特質、はい。だから映画では必ずそういうメタファーとして使われる、うんうん、ね。で。 つながっているんだけれど、面白いことにもう一つ別のつながりがあるんだよね。で、それは誰もがあのバックヤードというか家庭がねボロボロになっているということなんだよね。でお互いの家庭のボロボロについては薄々知ってるけど、細かいところまでは知らないっていうふうにして過ごしているんだよね。で、そういうまあ、本当のことはお互い知らないけれど。 でつながれているっていうのはすごい奇跡なんだけれどでそこにカメラが入るんだよねでその一人ですよねそうですね、うん、ビン・リュウっていう中国系のアメリカンその映画の後半では彼自身自分のねお母さんあるいは自分のお母さんと自分の関係っていうのを、まあ、自撮り的に描いていくようになるんだけれど、うん、そこでのポイントはあのやっぱカメラを向けられることで被写体のね 少年たち、貧乳を含めて、どう言ったらいいかな、真実に向き合うようになるんだよね。ごまかせなくなるんだよね。それで、まあわかりやすく言うと、えー、自分が置かれている状態をまあ引き抜けるようになっていく、えー、逃げないで認識するようになっていく。うん、まずそのカメラっていうそのねドキュメンタリーにおけるカメラの機能 というものの、まあ、奇跡的てな力をねあともう一つ誰もが自分の父親がこうだったらよかったのになとかね母親がこうだったらよかったのになっていったようなまあ半日仮想、うん、あるいはリグレットっていうのを抱えているっていうことで。 まあこの映画の中に描かれてるけれど、まあ、暴力とかアルコール中毒とか、まあ、ドラッグ中毒とかそうしたものはそういうまあ家族の中でのね、えー、不全感不全感に基づく半日過想しかしありえなかったことだからねリグレットしてももうしょうがないっていうことからくるあの無力感、えー、あるいはもしこうだったらよかったのになっていう思いを忘れたい。 いろんなネガティブなものが生じているんだっていうこともあの言葉で誰も説明しなくても映像を見るだけでねあの分かるっていうこともやっぱすごく感動的ですよね。うん、で何て言ったらいいんだろうそのみんなそれぞれ別の事情を抱えているにもかかわらず今言ったようなある種ちょっと抽象的な構造ではみんな同じ。 なんですよね、みんな同じ境遇にいる男も女も黒人も白人も黄色人種も同じ境遇にいるということ。でカメラを向けられることによって自分だけじゃなくて友達もあの友達もこの友達もみんな同じ状況に置かれているんだということがうすうすではなくてはっきり分かってくるとでそうすると。 そのことが、ね、それこそあの、まあ、レイシズム的な人種のギャップよりも大きな問題として浮上する逆に浮上すれば彼らは連帯できるかもしれないっていう感じその連帯できるかもしれないっていう感じをあのメタファーとしてスケボーが象徴してるんですよね。ししかしこれは映画のいわば 前半までの話ですだから映画の前半はあのスケボーに助けられて少年たちも街も微熱感に満ちてるフィーバー感に満ちているあるいは少年たちはあの家族の中では不全感を抱いていてもストリートではスケボーを通じてある種の全能感を共有できている。楽し前半楽しそそそううだもんねそうなんねなです、ねうん、その感じ、うん なのであこれはそのマインディング・ザ・ギャップまあそのまあ何て言うんだろうギャップ格差を持ってっていうのはそういうふうに思って見れるっていうところがすごいまあ感動的な部分なんだけれどところが映画の後半になるとやっぱり様子が違ってくるんだよね。でこれはあの19歳ぐららいから かなり長い間にわって撮られたドキュメンタリーなんだけれどもう12年間ずっとカメラ回っ、ね、そうなんですよね。うん、でそうするとほとんどの人はもうスケボーはしない、まあ、ほ,とほぼ全員はスケボーはしなくなって大人になってみんなそれぞれの社会の部署職業役割を追って生きるようになる。かつてのある種つながり えー、スケボー的なあるいは共同身体性的なつながりはなくなって、うん、誰もが分断された感じになってしまうということ、うん、であのその前半と後半のねつながっている感じと完全に分断されている感じのやっぱギャップがすごいんですよね。あの もちろん社会の中の格差もあるんだけど前半と後半の格差これも大きくて前半と後半の間のこのギャップは何によって生じているんだろうかそれって本当は必然的なんだろうかっていうね思いになるんですよね。でね僕は社会学者なので元取り次第でね国際的な都市 社会学者で有名だった磯村栄一。とい。う人がいるんですね。はいはい、で。まあ、いろ。同行政の海の絵みたいな。そうですよね。うん、まさに、あの、久別部落と、あと、色町を。主に研究した人なんですよね。で、そこで彼の第三空間という。国際的によく知られた概念がある。実は僕の第四空間で概念はそこからもじって作ってるんだけど。うんうん、第一空間っていうのは。 まあ家族家庭地域みたいなコミューナルな共同体的なものなんですね。で第二空間というのが職場だから役所とか会社とか、ねえー、まあそういう仕事の人間関係だからそのコミューナルに対してアソシアティブと言ってもいいし、えー、まあそのマーケット的あるいは組織的っていうふうに言ってもいいそういう世界。で彼は それとは別の空間として色町を考えたんですよね。で、それはどういうことかというと、もし町がね、その会社的な市場的なものだけだったら、まあシステム的なものだけだったら味気ないんだけれど、幸いにして彼が生きていた時代にはね、色町があって、色町っていうのはね、その一般のシステム化された まあ都会と都会の各界隈と同じようにとても入れ替え可能性が高いつまり流動性が高いんですよ。しかし決定的に違うところは色町に行けば作法が一貫しているのでいつもあるあの温度体温匂いそうしたものが味わえる。だから流動性がすごく高いってい意味ではあのいわゆるシステムに似ているんだけれども。えー それがある種のホームホームベースとして機能するって意味では家庭に似てるでしかし家庭っていうのはメンバーシップ限られてるけれども色町は家庭じゃないから誰でも入れるんだよねでも誰でも入れるんだけれどそこにはあのお互い身も知らない人たちなのにある種の連帯があるんですよね同じ匂い同じ微熱感を生きているっていう感じ。 なのであの実はその日本の色町にはそういう奇跡のような時空間があるっていうことでねそれはまあ久喜修造のまあ強い影響を受けてあのそれをまあ社会学的に理論化したものだっていうふうにまあ考えていいと思うんですよね。でまあ「生きの構造」を変えた久喜周造っていうのもね、まあ、色町に本当に詳しくて、えーまあ、彼の生い立ちと関係しているわけだけど、まあ、国際的な哲学者なんだけれど。 あの、日本の色町の存在を、まあ、世界に知らしめた人なんだよね。で、そういう僕自身の、あの、社会学的な記憶。を思い出すと、やっぱスケボー空間って、第三空間なんですよね。あの、スケボーをやってるだけで、お互いあまりよく知らないけど。まるで仲間みたいになれて、いや、実際仲間なんだよね。でも、仲間なんだけど、お互いの家族のこととか知らないし、どんな悩みを抱えているのとかは知らないと。 ね、こういうあの大磯村英二の言う第三空間ってしかし例えばスケボーのような身体性を使うものであればあるいは実際違法なんだよねスケボーってね宮下公園の上にスケボープレイスがあるけどあんなのばっかけてますよねスケボーの理念からすればねもともとは街をハッキングするっていう理念なんだから道路を勝手に使っちゃうわけだからねそう でも、まあ、ある時期の,そのイリノイ州ロックフォードはそれを許してくれる街だったんだよねロックフォードねだからそれは磯村栄一のかつて限られた時期色街があったんだよねっていうのとうよく似た構造になっているなのでああの実は何かが失われるっていう時ね何を失ったのかっていうのは本人たちも分からない。 当事者にはよよくわからないっていとうことだよね色まを失ったとかスケボーで共有している時空を失ったっていうことが何を失ったのかがよくわからないしかし失ってしばらくするとあれがすごい重要だったんだっていうことが分かってくる、ね。っていうふうにしてあの全体としてあのもう社会の中のギャップあるいはその少年たちの間のギャップ であるいはあるべき家族と実際の家族との間の各人のギャップそしてみんながつながっていた前半と全くバラバラになってしまった後半とのギャップだからそのまさにギャップを思うギャップを気にかけるっていうまあタイトルなんだけど至るところにそのまさにマインディング・ザ・ギャップっていうタイトルにねふさわしいあそのギャップって そういうふうに超えられていたのかとかそういうふうに耐えられていたのかっていうことが後になって分かりしかし後になって分かるのでは遅くて実際にはそのギャップにもう苛まれてねみんなヘトヘトになって、まあ、ドラッグや酒やギャンブルに追われるようになっちゃうっていうねだからそういうそれをね何を描いてるっていうふうに言ったらいいのかよく分からないけどあの精神史ってその ヒストリー・バブ・アイディアーズとかそのメンタリティとかっていうともっと長いスパンの話になっちゃうんだけれどこれはそうじゃないですよね。12年なら12年の間に人も街も変わってしまうっていうねその変化を通じて僕たちが多分ここのイリノイ州ロックフォードだけじゃなくて至る所でそのシステム化によって何を失っているのかっていうことをね 本当に感動的な形で感動的っていうのは本当に失ってるなっていうふうに思うっていう形で知らせてくれているただこれをね例えば今の30代30歳よりも若い人が見てその意味がわかるかって言ったらね多分そのいわゆる日本でもスケボー大ブームだったストリート大ブームだった。 それこそチーマーとか、まあコギャルとか援助構成とかは大ブームだった。90年代の前半中半ばを知らない人はこれ見た時に自分の記憶を刺激されるだろうかというところがちょっと心配。逆にそれを知らない人はどう見るだろうね。どう見るのかそれ,それをね、うん、ちょっと聞いてみたいんだよね。うん、本当はね、うんうん。皆さんこれがね、はい、あのまあサンダンスでも。 あのブレイクスルーフィルメイキング賞だし、うん、なんだったあのアカデミー・エミーの、まあ、ドキュメンタリー部門でもねダブル、まあ、ノミネートですけどもねダブルノミネートされてるんですよね。うんうん、で、まあ、確かにあの彼がもうそ,のそれこそ若い時から撮ってるから若干その作りも荒いところもある,あるししかもなんか自分,自分自身も。あの えー、その中のあのプレイヤーになってたりしてるっていう,、ね、<laughs> うて最初の頃ショパン,ン臭いガキなんだと思っガキ <laughs> 本当にあの強制してんだもんは。<laughs> ね、最初の頃の監督がね。<laughs> はい、うん。なんだけど、それだけ逆にアメリカで今のアメリカで、えー、あるいは世界で、も、ま、う、あ、世界中で賞を取ってるからね。えー、で日本でもさっき言ってみたいに、まあほとんど宣伝してないのに、実は結構日本でも評判、はい、今は静かなあの評判読んでる。 何だと思いますそれのそれだけ評価されるその原因というかファクターは喪失感があるんだと思います喪失感喪失感感動ですで見た人はやっぱ最終的にはやっぱ感動するって感じなんですかどういう感じなんですか見た人はやっぱ感動的な時空感がそこにあるなって思う,う、うん、でも映画の中でそれが失われていく、うん、でそれが実は僕たちの観客の、うん、あるいは街の その10年間、20年間というスパンでの喪失そのものである。自分たちの記憶に重ね合わせられるということだよね。で、何を失ったのかを突きつけられるっていうところで、あの感動するっていうとちょっとまあちょっとやしいかもしれない、ややこしいかもいけど、ちょっと胸が詰まる思いがするって深い深いところに結構刺さるわけですよね。そういうことですね。あのもう一つ村井さんにね、ぜひあの聞いてみたかったのはね、まあ要するにほら もう普段はもう飲んだくれてもうハイタッチばっかしてるような若者ですよねハイタッチのたんびにビールこぼすみたいなのがあるんだけどね必ずね。でもあのカメラを向けられるとうちにだんだんだこれは全ての被写体が最初はちょっと照れてるんだけど話していくうちにだん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 こう自分のななな内政がどんどん進んでいって最後は。 泣き出したりですね,ですねあるいはまあ撮影している彼自身も泣き出したりみたいなことが、ねまあ、起きるっていうそのカメラの魔力みたいなものが実は、ね、あの重要なファクターじゃないですかカメラの魔力っていうものについてちょっと、ね、ぜひ宮根さんに一、ね、つ、ね、聞きたかったんだけどね例えばねこれ後でちょっとあの、えー、人質者の,の映画も後で紹介するじゃないですか僕の経験から一つ言わせてもらうとね例えば あのまあ、アフリカなんかで内戦やってると、まあ、あの僕地雷の対人時代の取材なんかでよく内戦やってるところにその行ってやリラ側の方に行くでしょそうすると、まあ、無法地帯なわけですよ警察とかそんな何もなくてねでギリラの,そのまあ兵とかがもうみんな自動小銃とか持っているのがなんかもうやってきてお前なんだと。 さすがにアフリカとかでは日本人の顔を知ったらスパイだろお前みたいなことはあんまり言われないんだけどあんまりねそんな何のスパイだよみたいな話だ,でだけど、まあ、要するに何されるか分からないような感じになってちょっとやばい感じになるわけですよ。ね、その時にね「いや俺は日本から来てねあんたらの活動取材に来たんだ」っつってカメラも行けるとですねその辺のその下っ端の兵士がですね嬉しくてもうポーズ取って喋り出すんですよその天下国家の話をし始めるわけですよ。 でいやーいい話だったなんていうとですねもうねあのどっかに連れてかれるどころかですねあのここに連絡くれみたいなことをです、ねあのえー、連絡先を教えて友達になっちゃうみたいなところがあるわけですよ。であの、まあ、実際そのインタビューも使わせてもらったりもするんだけどもカメラ向けられた瞬間に何か突然ですねなんかあのそれまでなんか怪しい敵だったのに、まあ、あの今回紹介した映画はもうちょっとちょっと中あの IS とかの話なのでもうちょっとあの厄介でそんなカメラ向ければあのいやいやとはならないんですけどもねあのだけどカメラを向けた瞬間にそうなるところがあるですよねでそれはただその一方でねあの今アメリカはまだそうでもない日本ではあのどっかで取材をしたいって,ってカメラ向けるとですねものすごい不審。 要するになどう使われるかも分からな,ないからなんかものすごく不信感で見られるとっていうねで、まあ、これは日本のメ,ディアのメディアが悪いのかもしれないけどあのカメラの,その、まあ、魔力にもなるし逆になんかそういうですね 負,の,負の,なんかこうあの面を引き出すような部分もあるそれってあの宮根さんもしゃちょっと社会学者的にはねどう見ますカメラの,その不思議な力ですよね自分が撮られてるって時にであるいは撮られてるってことはもう、まあ、無制限のオーディエンスが向こうにいるわけじゃないですかカメラってそこの場には僕としかいないけどその向こうには誰がいるかっていうのはその人の想像力で全部気持ちじゃないですかカメラの向こうって。 昔はカメラの向こうの無数の人たちに対する想像力っていうのはなかったんですよ。うん、でねでそのアフリカでカメラを向けた時に、うん、急に生き生きとし出す人間たちも得意になっていうのは。でも僕も1994年かなあの関西テレビでねナンパ師のドキュメンタリーを撮るわけだけれども協力するわけだけどあの別に普通のお兄ちゃんなんだけどあのカメラを持つと。 あの変身するわけそれはなぜかっていうと彼らが変身するっていうこともあるけれども、えー、被写体の女たちあるいは女の子たちがカメラがあるっていうだけでやっぱり態度が変わるんですよ今とは全く違っていてアフリカのの人たちによく似てるのねそれは相手に注意が向くんじゃなくて、うん、カメラを通じて自分がどう見えてるのかっていうねカメラの向こう意識してるわけねやっぱりそ<う>そね。うん あのカメラの向こうってっても、彼の向こうにいる人っていうことじゃなくて、自分の視線がそこに行って、あの。自分がどう見えてるかなっていうふうに、自分を見るように。鏡みたいな感じですよね。その時も鏡だと思います。で僕はメモに、ね、カメラ、うん、鏡って書いてあるんだけど。うん、あのカメラが鏡として機能したっていう時代って、えー。昔は当たり前だったと思うの。だからドキュメンタリーの時にはね、はに進むなんかは。あの、カメラがあるっていうだけで、人々の行動が変わっちゃうっていうことをね。うん どういうふうに制御したらいいのかっていうことでそうだもうそれはね何十日も何ヶ月もカメラを置きっぱなしにしてもうカメラを全く意識しなくなっちゃう意識していたら暮らせないっていうぐらいになっちゃうまでねカメラになじませてしまうっていうことがあって初めて子どもも大人もねあのカメラがない時の姿を見せてくれる。そのぐらいですね昔はは割と最近まではカメラって ままさに鏡に鏡なってしまうことで人をいえばぎこちなくさせてしまうあるいはある種いい自分を見せられるんだったらとってもいいよみたいな、うん、そういう感じになる、うん、でも今は、まあ、例えばそのさっきの、まあ、ナンパカメラマン的なものについて言えばね今はもう本当にあの、まあ、リベンジポルノみたいな現象もたくさんあるし、うんうん、流出もあるし。 で実際使われたものが何に利用されるかわからないっていうのもあるしそういうふうになったのは本当にこの15年、うん、20年ぐらいですよね例えば20世紀には日本でもね写、うん、るあるいは写されることに対するそういう神経質さっていうのはなかったです確かに肖像権っていう言葉があったけどそれはまさに肖像権だと思われていた、ねうんうん、でも今はまさに取られることは怯えだよね、まあ、どう使わわれるるかからなないのもさることながら、うん 仮にちゃんと使われたとしても、うん、炎上みたいなのする時があるじゃないですかそ、ねね、その見る人たちがどんな人が見てるかもわからない、ね、っていうところがあってそれも怖いですよね<い>取材に応じるっていうのはね。だからそれは、ね、インターネットが普及し始めてやっぱ数年経ってから出てきた新しい状態なんですよねでそういう意味で言うとそのカメラと人の関わりがね このマインディングザギャップはとても懐かしいんですよ。まあビデオちゃんとしたビデオだもんね。スマフォンとかで撮ってないものを、ね、見てるとねそうなんです。そうなんですよ。うん、なのであちょっと前の人と、えー、ドキュメンタリー作家っていうかね撮る人との関わりっていうのはこんなだったんだよねっていうね。だって今これちょっと考えられない。うんうん、なるほどやっぱり。 十、まあ、何年前から取ってるっていうことのもしまあなんていうんですか<う>あの財産なのかもしれない今だったら難しいこところ、ね、ですねこれは作るのは、ね。という今はそれだけ皆疑心暗鬼になっている、うん、被害妄想的になっている、うん、あるいは取る方もある種加害意識を持っちゃったりするっていうね、うん、だからすごいあのもう本当に悲劇的なぐらい残念なコミュニケーション時空間になってるなと。 だからその意味でそれを追いかけてるっていうのがもう最後のチャンスみたいなので奇跡的なんだねで多分ねそ,でででそれでまあ多くの人が「すごいなこれは」と「今,今じゃもう作れねえぞ」みたいなとこがやっぱあるわけだい,いや絶対作れないでもそれって逆に言うと悲し,い悲しい意味で評価されちゃってるわけだねそうですれね。えぞっていう だから人がまあシステムに依存することによってずたずたにね人と人とのつながりを分断されていくっていうことの具体的なイメージがねここまでいろんな面で描かれているっていうのは本当に素晴らしい作品だと思いますね。うんまあ、でも本当にに、まあ、これの中には さすがにオピオイドまでは出てこないんだけどまあやっぱりラストベルトですよね、まあ、シカゴの人でねそれであの、まあ、アルコールとやっぱり暴力がもうほとんどそれなしでは今アメリカの,あのいわゆるミドルクラスが語れないっていう現状が、ね、そういうふうになっ,てなっていく様子っていうのがやっぱすごくでなぜかまああんまりネタバレはすあ,のあれですけども。 そ,のそ,うそういうところから出てきた若者が年いくにつれて自分がまたそうなってしまうっていうところがねあのなんていうんですか描かれているっていうところがまたきついなと思って見てたんですけどねそうですだからそ,こ、ね、その意味でこの映画はねあのあ、まあ、アルコール中毒者とかその暴力中毒者とかを切り捨てるっていうふうになってないんですよね。あの まあすごく分かりやすく言うとどうしてそうなるのかっていうことが誰にでも分かるように描それにあのそういう時は最近だけどでもいいやつなんだよって言うんですよねみんなねう、うん、お父さんもひどいやつひどい暴力でひどいやつだで,でもいい,いい人なんだよと。で,で,で死んだ時に泣くすごく泣いたっていうようなことも出てくるでしょう,うだからみんなねあの分かりやすく言うと根はいいやつなのにいろいろあって仕方なくそうなってるっていうねそういう感覚があるんですよ。 自分の家族がなぜめちゃくちゃなのかについてもお父さんもお母さんも本当はいい人なのにいろいろあってこういうふうになったでとってるその貧乳自身もねえー、そうかみんながそうであるように思ってみれば俺もそういう面があるなっていうふうに分かっているわけだよねそういうい意味であのこれはね。 あの時々あることだけどあのドキュメンタリーに撮られるっていうことを通じてこの人たちはねあの、えー、別に仲直りするって意味じゃなくていろいろあってそうなったっていうことを鏡に映してちゃんと理解してそれでやっぱり許せてる許せてる感じになっているっていうことだよね。なるほどそこが 昔っぽくもあるし昔っぽいってうんだから今カメラがそういうふうに機能しないからね。うん、あのぜひこれを見るときにね、まあ、僕らはどちらかというとあの、まあ、マクロの視点からトランプ現象になるものを見てるじゃないですかその裏側裏側っていうかその逆にそのミクロで見たときにねつまりこの彼らがじゃあ,、まあすごくじゃあ極論言いますよじゃバイデン支持するかっていう話ですよ。ここまで 家族もブロークナップになっていてね、も、ま、う、あ、ブレイクアップしてしまっていて、もう暴力だ、アルコールリズムは仕事もない。っていう、もうま、まあ、非常にお金にも困ってるし。えー、っていう状況の中で。あの。バイデントランプになった時にね。まあ、トランプに行くなっていうのは、なんとなくわかりません。わかりますよ、それはね。うんうん、だから、それは。まあ、とにかく。僕らはね。 普通の人間たちつまりあの中国系ユダヤ系とは違う人たちってやっぱり良きものの記憶とあの土地が結びついているので土地がボロボロになるとやっぱりきものの記憶ってどんどん風化していくんですよね。でこれはあ風化しきったところに生まれ育った子たちじゃなくてスケボーにも助けられてねもともとはつながれる場所だったものが。 だんだんスカスカな場所に変わっていくっていうことによって、まあ、まあ土地の劣化によって人も劣化していくっていうその本当に相関的なプロセスがね、うん、非常に描かれているので,で我々は基本的に、えー、土地をあるいは土とのつながりを失うとね基本スカスカな存在になってしまう。 っていう、まあ、この間の、ね、先週の父と父ですね間さん。そうですね。うんうんねまあ、それが本当によくわかる。うん、そういう作品ですね、うん。ちょっと余談ですけど、色町について言えば。うん、あの、東京新聞がね。はい、もともと、あの、宮古新聞という色町新聞に。うんうん、あの、新聞統制例で、一件、まあ、一件一新になった時に。 何を間違ったか徳富双方の国民新聞とくっつけられて <laughs> それで東京新聞になったんですよ<ー>、ね、で今でもまあ特にこれはまあ何ていうか確たるその証拠があるわけじゃないんで一部そういう人がいるあのこちら特報部っていうページあるじゃないですか、はいまあ、田原真紀さんなんかがさ。はい どうも宮古新聞的な様子がまだあの残っているからああいうことができていてでもその後中日新聞が結局資本参加してしまっているじゃないですかだからまあ全体としては中日新聞なんだけどあそこだけまあ宮古新聞って言ったら言い過ぎですけどちょっとその伝統が残っているからそこはちょっとなかなか正義化しているようなところもあるという話も聞いて。 で、まあ、でも、その人も都新聞と国民新聞というのもね、かなり強引だと思いません、ね。いや、びっくりだ、それ。特命総法、まあ、はい、要するに。まあ、ある種国粋的なね、その、あの、あれを、で。で、その後、結局、まあ、戦後ですけれども、あの、経営不振にな、まあ、経営不振というか、あの、中日新聞の資本は多いだっていう。ような経緯がですね、あるんですよ。 いやちょっと僕も調べます東京新聞面白いんですねそうそうあのもともとその宮古新聞がその、まあ、大元なんですよね。でそれにまあでも新聞統制令っていう、まあ、今でも結局そのせいで一一石しか、まあ、あの福島県と沖縄県の除いて一一石しかないっていうのはそのせん戦,時戦時行政なわけですけどもね。ねうん、ちなみに僕はやっぱこれを見た時にね昔フィールドワークで全国 やっぱ九91年にバブルが崩壊して翌年あたりに出店予定だったお店が全部出店計画取りやめちゃってね工場もどん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 閉鎖されて人員解雇して地方のそれこそ工業団地的なところがいわゆるどんどんある種売春都市みたいになっていくそのプロセスでそのプロセスで人もどん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 劣化していくっていうのを。 あの本当にあの記憶してるんで、うん、あのそういう意味でもあの本当のこととを描いてると思うロックフォードっていうねアメリカの地方都市、うん、最初の頃にあの一番まず前半の方に引きの絵が出てくる橋っとかですけどもねまあアメリカの地方都市って遠くから見ると、まあ綺麗なんですよね。うん、であのまあいい感じなんですけど同じ絵がですね後半の方に出てきた時に。 見え方が全然違うんですよね。はい、もうそのその一箇めくったところで何が起きているかを知ったときに、うん、そのやっぱり引いてみて景色が。 違っってて見えるっていうかあの同じ絵でも殺伐ととししててて見えるっっっいいうのがねねやっぱ映像ってすごな思また同じ絵でもその向こうを知ってて見,て見た場合と知らないで見た場合とで、ね、見え方が違う、まあ、もしかすると弁龍がですね同じように見えてちょっと違う演出をしてるのかもしれないですけど、ねうん、でもまあこれは本当にやっぱりドキュメンタリーの神様が降りた作品でドキュメンタリーって時々すごいものになるなってこれもうドキュメンタリーじゃなきゃありえない感動なんですよね。うん、それだけは言える、うん これはドキュメンタリーだっていうところがやっぱりあのこちら側を痺れさせてしまうっていうことですね。はい、まああの、えー、まだ公開、えー、されているのでちょっと DVD とかにはなってないかもしれないですけども、あのこれはじゃあぜひおすすめですね。うん、マインニングのギャップ、えー、行き止まりの世界に生まれて、えーえー、まあビン ビンリュウ中国系のビンリュウ感と、うん、これあのスパイク・リーとかですねあの、えー、ワシャウスキー、まあ、姉妹の作品なんか、うん、ラナ・リリー・ワシャウスキー姉妹のですね、うん、作品なんか、えー、にも参加していって、まあ、修行を積んだ,、うん、あのだただ89年生まれで,ですからねなんて言ったってまだ、えー、31とか 2>,、うん、2とかですからね、うん、まあまあまあこれから。 あの、いろんなものを、多分出してくるでしょう。うん、まあ、あの、ビンデューという、あの、えー、監督のことも、ぜひ、あの、覚えておいていただきたいなと思います。それでですね、じゃ、いいですか、進めて。でね、あと、宮内さんがね。もう、ジオさん、好きなような順番でお願いします。うん、あのね。全部、あの、難しいと思うんで。本当。はい、じゃあね。僕はね。あの。これ、結構、あの <laughs> 気気。気に入って。 あのちょっとまあまあまあイビオンホンダがかっこいいっていうのもあるんですけども、ね、あのちょっとなんかポスターだけ見るとあのそれこそあのキングズマンみたいな感じですけどもね大真面目な要するにそのパク・チョンヒ、まあえー、大統領暗殺事件のですねに至るまでの背景を、えー、の描いた、まあ、映画で。 このえー、ナムさんっていうのはまあ要するに KCIA アメリカでは CIA のあるところをラングレーっていうんですけどもね CIA のことをラングレーって呼んだりもするんですけどこのナムさんっていうのは KCIA 韓国の,まあその中央情報局があるところを場所がナムさんだそうなんですよねで。ナムさんっていうのはそれを意味していてでそこのまあ部長っていうのは、えー、特に当時の韓国ではもう、えー、大統領に次ぐ 権力者だとナ,ンナンバー2と言われてるほど、まあまあ、情報に入ってますからねあのっていうような、えー、時の,、まああのでまあ、そのパク・チョンヒ、まあ、パク、えー・クネさんのお父様、ね、でしかも日本で士官学校で訓練を受けた方ですけれども、ね、日本語がペラペラな方ですけれどもねあの、まあ、実際に革命を起こして政権を取ったん、えー、ですが。 結局、あ,あるまあ大体革命でそうやって独裁者になった人はまあもうほぼ常で,常ですけどまあもう腐敗してしまっているえ状態で,でもアメリカもいろいろちょっと関わる中で,ですねあのまあこ,のこれがあの元部長,まあ部長なんですね現部長なんですけれどもねであのこれはもうですね史実なので言っていいと思いますけれどもね彼が大統領をあの殺したんですね。だから、まあ まあある意味ではすごいですよね。ナンバーツがナンバーワを殺したんですからね。だけどそこでまあどういう結果どういう結果ってい,いかがしいけど、えーか、その後軍部を掌握できなくて。 で、まあ、その後、前都管という大統領が、まあ、もしかすると、ある程度の年齢いっ,った方は、前都管って言うと、もう、覚えてられるかもしれない。宮崎さん、なんか、前都管を覚えてますよ。もよく覚えてますよ。まあ、軍事クーデーターイメージですよね。よねまあ、前都管っていう、まあ、あの、まあ、軍を掌握している、その、えー。軍人出身の、まあ、当時、司令長官かなんかだったのが。えー、結局、こい、これを死刑にして。死刑にして、で、自分が、逆に、次の独裁者になったっていう、まあ、あの。 えー、ちょうど切り替えの時期の映画、えー、なんですが逆に言うと宮台さんがあのイ・ビョンホン主演の映画を選ぶっていうのは僕的にはちょっと意外だったんですけどこれはなど,どうして今回選んだんですかがねナ、うんまあ、ナムさんの部長ナンバー2で暗殺者というのを演じるのはすごく。 合ってると思うっていうのは<ー>映画の最後にね,ねあの実際あの本人が出てくる、ね、映るよね、うん、結構二枚目だよねしかも感動的な最後のあの要するに裁判の最後のなんていうんですかセリフあの弁論みたいな実際喋ったんだよね、うん、で自分はどんな刑にも服するけど、うん、決して自分が大統領になれてやったわけじゃない、うん、ってまあ要するに韓国国民のためにやったんだっていう最後のセリフででまあ彼は 刑刑でですすけども処刑されるんですよねね、うん、その後に、ね、そうあの映画のラストのところでねナムさんに行くかその陸軍の方に行くかっていうふうに運転してるやつが訪ねてしばらく迷った後空撮になってナムさんの方に向かっていたのが陸軍の方に向かうっていうところで終わるんだよね。でそれは確かに映画見た瞬間「えっ?」て思うんだけれどそのセリフを聞くと。えー、基本 えー、自分は権力を取りたがいいわけじゃないから、えー、権力の中枢に戻るっていうことはしないっていうことでそれによって逆に処刑されてしまうわけだよねつまり倫理的だることによって処刑されてしまうだからクーデターではなかったん,、ね、なかったんですよクーデターだというふうにならないために方向転換をしたわけだよねで僕ねこの映画はまさにそのことに象徴されるようなポイントがあってねこれナンバーワンとナンバーツーつまり あのパクチョンヒ墨星期とね、うん、このアナムさんの部長ナンバー2は実は公日レジススタンスの同志なんだよねそれでこの橋を渡るか引き返すかっていうギリギリのところで、うんえー、お前がこの橋を渡れって言ったからつまりレジスタンスを続けろって言ったから今の我々の立場があるんだっていうふうに先を組み交わして語るシーンがあるよね。うん、つまり、うん あの元同だだったんだよねしかし元同志だったんだけれどパ、えー、ク・チョンヒはどんどん腐敗しあの本当に、ね、悲惨なぐらいイエスマネに囲まれていて完全にあの情報の組閣のされた状態裸の様の、ね、裸の様になってる状態でそれに対してナムさんの部長主人公は真実を知っている。 しかし大事なことはねこの映画の中ではってことだけどこのパク・チョンヒはまずいくつかのことをもう自覚してるんだよね。自分がイエス・マンに囲まれていて裸の王様になっているってことも自覚しているでさらに自分が革命の志を失って腐敗しているってことも自覚しているでさらに第三に大事なことはね えー、それを自覚しながら自分は腐敗した状態、えー、隔離された状態から逃れられないということをこのナンバー2ナムさんの部長に見られていてもしかすると軽蔑されているかもしれない、えー、もしかするとあの本当にあの絶望的な思いを、ね、抱かせているかもしれないっていうふうに知っているっていうふうに描かれてるんだよね。だから彼は え普段は威勢がいいんだけどこの主人公の前ナンバーツーの前にいるときにだけえ妙におとなしいかあるいは妙にいたけだかになるかやっぱどっちかなんだよねつまり自治識の問題に苦しめられているということが描かれているわけだよねで、そこがこの映画のやっぱり見どころなんですよねで、そこが見どころだと そんなね本当にある種ヘタレ男のしょぼい自意識のためにね、えー、いろんな人間たちが犠牲になっていくつまり彼があの途中からどんどん暴力的になっていく独裁的になっていくのはそれこそ自分のある種のヘタレ感のへまあヘタレ感というか自分でそれを自覚して自分はもうヘタレだと掛革命の裏切り者だと。自自分で,でも自覚していいるととうことを 打ち消すため、紛らわせるためにね、独裁官として振る舞っているっていうふうに描かれているところなんですよね。うん、そんな自意識のために本当に無数の人間たちが殺されっていうふうに今僕が申し上げたように、この主人公のナムさんの部長は思うんだよ。こんなへたれ男の裏切り者の自意識のためにいろんな人間たちがどんどん殺されていくね。これを 革命のナンバー2革命の同志として自分は止めるる義務があるって思うんだよねだからすごく倫理的な存在です。か公共心から大統領を殺したみたいな形で描かれてるわけですよね。しかし公共心ゆえにその独裁者の後を継いで独裁者になるっていう道をえもう殺した直後に自分で遮断してしまったので処刑されてしまったっていうねこのなんて言うんだろうそのとてもマクロなねその。 何万人も苦しみたくさんの人が何千人も死ぬっていうそのマクロな事態とね本当にしょぼい男のしょぼい自意識とか対応しているっていうのがなんか本当に何て言ったらいいんだろうなあー社会ってそんなもんなんだろうなというの中国のねことわざで。 歴史は警棒、まあ、ベッドルームですねで作られるっていうのがありますけど結局そういうヘタれのちょっとした自意識例えば不機嫌とか苛立ちとかっていうことによってね何百人惨殺されたりとかっていうことが平気で起こるっていうのが歴史なんだなっていうことと、うんえー、まあ実際この映画の中ではね実際知らないけどナムさんの 部長主人公はあの自分が何らかのアクションを起こさないと自分が捕まえられて処刑されるってことを悟るんだよね、えー、悟ったのでやられる前にやるやられる前にやるっていうのはもちろん自己防衛でもあるけど自己防衛であると同時にあの義務の遂行でもあるっていうふうにまあ考えて。 それをやるっていもともとあ,ある種自己防衛のために殺したから死刑みたいになってたんだけども今宮田さんが言ってみたいなその候補者の部分っていうのは逆に言うとだから再評価され,てるさ,れるまあされてることを前提としての映画になってるじゃないですかですで。でもしその講談の方が本当の動機なんだったらば。 今彼は本当は英雄視されててもおかしくない存在ですよね。だからそこはやっぱり歴史の再評価みたいな意味があったんだろうかと思いつつ、これね2020年制作なんですよね。日本公開が今年の1月22日公開で、今も実はやってるんですね。うん、あの、えー、シネマート新宿とかグレーマーグランドシネマサンシャインとかですね、東方シネマズ金賞とかでもやってるんですね。うん、だからででも一方でそのでまああのほら要するに、えー、パクチョンヒ、えー 大統領がさたたのまた娘さんがま娘ん今韓国ででなななことになってるじゃないですかだからそういうちょっと政治性っていうのを全くあの無視してみ見ていいものなのかどうかってことも含めてなかなかちょっと僕はあんまり詳しくないんで韓国政治に詳しい人にですねこの映画の評価はまた聞いてみたいあのそういう意味での評価も聞いてみたいなとも思ったんだけどねただ僕宮根さんにぜひ聞きたかったのはその、まあ、パク・ションヒなんですけどもね英語であのよく「パワー・コラプツ」っていう言葉があるじゃないですか。まああの 英語のことわざ的な言葉で使われるのはパワー・コラプスだけなんですよでそれはなぜか日本では絶対権力は頂点で腐敗するとか絶対権力は絶対腐敗するとかなんかそういう絶対がついてくるんですけどもともとの言葉はパワー・コラプスだけなんですよねこれあのさっき言ったみたいに宮内さんがね彼は自分で分かっているだけでやめられないっていうこれはもう絶対権力はなったらどんな人間でも絶対にコラプスするっていう えー、ことなんですかそ,そこはどう思います宮内さんは